松尾チャンネル。はい、皆さんこんにちは。松尾チャンネル229回目、10月の13日ということでお届け申し上げます。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、株式相場をご覧になっている方はね、今日あたりの相場もよくご存知だと思いますけども、せっかく誕生した岸田新総裁の下でですね、歓迎相場をというふうにね、一瞬思ったんですけどもね、ちょっとだけ歓迎相場になりかかったかなと思ったら、早くも反落ということでね、また2万8000円どころまで調整が入ってきている日経平均ですね。今日の終値は2万8140円ということでね、90円ほど安いと。でトピックスが1973ポイントというところでね、ちょっとトピックスの方が値下がりの率が大きくなったというところですね。全体的にですね、歓迎相場ならずに、いわゆるその原油高だったりね、これでインフレがどうなるっていう話があったり、やっぱりアメリカの金利がですね、これから上がってくるということで、テーパリングの流れがまだ停留にありまして、ニューヨークダウが極端にね急落してるっていうわけじゃないんですけどね、ちょっと図重い展開になってきてるということで、日本株も少しね全体的に気が重くなってきてると、せっかく秋相場でね、お祭りみたいに騒ぎが先般あったばっかりでね、それでこの後も後半ねに向けて動きが出てくるというふうに期待は、まだね少し期待もあるんですけどもね、個別で見ましてもなかなかその全体相場と同様に一気にね動きが出てきません。秋ですからね、女心と秋の空なんて よく言いますけども、変わりやすい、天気と一緒ですね。ちょっと今日あたりも雨模様だったりしますけどね、秋晴れがあったかなと思ったら秋の雨、そんな形で株式相場もですね、変動の状況が見られるわけですね。秋相場で一稼ぎしようというね投資家の皆さんお見えになるはずなんですけどもね、なかなかこの変動を取り上げる、うまくこう捉えてね、株式相場どうやって取り組んでいくのかということをね、皆さんお考えになっていると思うんですね。でほとんど今年のね、大活躍銘柄っていうのはね、ご存知の通り海運株だったりはするわけですね。それからもちろんその活躍株の中にはですね、皆さんがあまりご存知ないような銘柄も今年、振り返ってみますとねあるわけですね。例えば私はもう何年か前から見てるわけですけども、ベイカレントホールディングス、6532がですね、今年大活躍した銘柄の一つだと言われてる、客観的に見てですね。で2016年に IPO して、その IPO 直後の株価が安値、今から振り返ってみますと808円だったんですね。でこれが今年ですね、いくらになったか、こんな本当かみたいな言われそうですけど、63,400円、9月の20日に高値ついたんですね。そこからこのところ調整が入ってきてますけどもね、これはDX のコンサルという、そういうお仕事をされている会社なんですね。DX 型の、その DX で世の中デジタルトランスフォーメーション、これがですねキーワードになりまして、世の中そっちの方に向かっているということなんですけどね、その代表的な銘柄がベイカレントホールディングスということだったんですね。でその流れの中でこのところ IPO してくる銘柄も DX 関連、でコンサル系というね、そのキーワードで、注目されている銘柄がいくつか出てきているということで、松尾チャンネルとしてもですね、この流れはちょっとね見落とせないかなということで、今後またその IPO 銘柄もねチェックしていこうということで、皆さんに演奏会通信という株の同好会の皆さんにお送りしている開放誌にも、その直近の IPO 銘柄いくつかね、14銘柄ぐらい9月はあったんですけどね、それをコメントをしておるわけですね。皆さんも、このチャンネルご覧いただいている皆さんも、それをちょっと一回ね、演奏会の皆さん
介護士を見てチェックしていただければというふうに思うわけですね。まあそんな形でですね、まあ、今年大活躍した銘柄もあればですね、活躍が期待されたのにというそういう銘柄もまだまだこのところ動きがなくてね、蚊帳の外に置かれている銘柄っていうのがあるわけですね。まあ演奏会の皆さんにお送りしている銘柄いくつかあるわけですけども、まあ、成長型の企業もあればバリュー型もあると。でどちらかというとバリュー型というのはちょっと辛抱が必要なんですね。まあ、そのバリュー型で例えばそのキャッシュリッチでですね、時価総額がその保有現預金も小さくなっているというような銘柄というのが、まあ、いっぱいあるわけですけどもね、その中の一つとして、演奏会の皆さんにお話しているのは日創プロニティ3440。まあ、これ700円台の銘柄なんですけども、時価総額が保有している現預金、実質現預金よりも小さくなっていると。ですからもう本来ならもっとね評価されていいんですけども、まあ会社側の IR の不足もあるんですけども、1月に1350円という高値ついたんですね。そこから9ヶ月間ずっと調整が入ってきたと。705円という安値まで先般ついて、今日皆さんちょっとね動きが出たんですね。740円というところまでね、ちょっとこう 戻りつつあ、ちょっと何か今日は動きがあるな、ちょっといつもと違うなっていう雰囲気はあったんですけどね、まあ、残念ながら引けにかけてちょっと売りが出てきたと。まあ引けにかけて売るやつだったら怒られちゃうけどね、そういう投資家もいるんですね。換金売りなのかどうか知りませんけども、まあ、はっきり言って、まあ、この銘柄を売るネタっていうのは業績ぐらいですかね。業績がどうのこうのっていう話がもしね、知って売ってるなら、まあ、これ若干10月14日の決算発表の数字を知ってる人かもしれないですけども、まあ、そんな形で少しね今日ボトムから上向きつつあるっていうのが日創プロなんですけども、引けが719円なんでちょっと、まあ、寂しい、ちょっと女心と同じで変わりやすいと、まあ、いうようなところですね。まあ、そんな流れの銘柄がまだまだたくさんあります。バリュー銘柄でいきますと6339の新東工業、今日740円、ね、この辺の、ね、ところもですね、時価総額が、まあ、現預金、保有している現預金とか金融資産に比べたらもう圧倒的に小さいんですね。時価総額400億ぐらいですね。560億持ってるんですね、金融資産。まあ、そういう銘柄も、まあ、弱い、逆に弱いんですね。ですからそういった流れでちょっといくら資産内容がよく、バリュー価値があるといってもですね、この相場に差を指すことができない、まあ、何かの事情で売りが出てきているというところなんです。ここはちょっと辛抱しないかんところかなというところなんですね。ですから皆さん、全体相場の動きもさることながら、個別の銘柄もですね、なかなかね難しい展開が見られるわけですね。で、株ってのは大体安く買って高く売ればいいじゃないっていう簡単な世界のように見えますけども、やはりそこに絡む業績であるとか、この株式の自体の需給であるとか、そういったものをねしっかりと見据えて、まあ今後の見通しを立てていかないといけないと。まあ対応の仕方も変わってくるわけですね。まあそういう形で、まあ面白い銘柄も本当にね、まだ動いてない銘柄、それから動きのある銘柄、今日は動きのある銘柄だけ一つ、もう一つねお話しておきますとね、ご存知 の、まあ、演奏会の皆さんにも時々ねお話してたバーサレックスホールディングス、6193、今日がまた強烈でしたね。高値がですね993円、終わり値975円の92円高、なんでこんなに上がったんだみたいなね、説明をちょっと しないといけないですね。で、まあ、先般業績の情報修正を行った、まあ、かなり一株当たりの利益が増えてきたということでね、今株価が975円と言いましたけども、 PR でいきますと11倍というところで、かなり情報修正があったと、まあ、その結果として株価が動いてきている。ずっとね株価が低迷してまいりましたからね、その反動で今久しぶりに4桁の手の前までね株価が上昇してきたと。でそのもう一つの背景はシンプレックスホールディングス、これが直近上場したわけですね。これが DX コンサルということでね、先ほど米カレントの話をしましたけども、まあ、世の中的には DX コンサルっていうこのお仕事をやってる会社に、まあ、その上場会社でしかもね、一般 その立派な会社もですね DX コンサル、 DX どうやったらいいんだっていうね悩みいっぱいあるわけですけども、どこに相談するかっていうと、こういった、ね、上場系の上場企業の DX コンサルにアプローチするということになりますから、このシンプレックスホールディングスもこのところ上場後しっかりしていると、
まあ、その筆頭株主バーチャルエクスホールディングスの筆頭株主にこのシンプレックスホールディングスはなっているというところが、まあ、おそらくバックグラウンドだろうと、まあ、いうふうに思うんですね。まあ、ずっと演奏会の皆さんも、私もあのなんか趣味的にね、まあ、会長と一緒に株主総会に出たりもした銘柄なんですけども、しばらく忘れてるとこういう形で株価が急騰してくるということで、株は株高は忘れた頃にやってくるなんてね、そういう形で皆さん、まあ、ちょっと低迷している銘柄もですね、ちょっとこうしばらく時間が経つと様相が変わってくるというふうに思うわけですね。まあ、ですから辛抱しながら次の上昇に向かっていくと。で、上昇、辛抱している銘柄っていうのは、まあ、例えば会長もよく辛抱しているっていう感じの銘柄がありますけども、例えばウエスコホールディングスね、6091、今日459円で終わった、3円高、ね、高値461円、まあ、これはアノマリー効果で7月はいつも上がって、その後株価がパッとしなくなるというパターンなんですね。国土強靭化で間もなく今月の27日ですか、株主総会も控えている中で逆行高をちょっと演じつつあるなというところがウェスコホールディングス、これもバリュー株ですね、キャッシュリッチです。で、時価総額よりも時価総額の方が、まあ、小さいというかね、まあ、かなり金融資産を持っている会社なんですね。で、国土強靭化で最近、まあ、株主向けの案内で行きますとね、電柱の地中化っていうのをね、取り組み始めた、そういう政策が打ち出されたんですね。その流れに沿って今後受注が期待できますということを株主の皆さんに今アピールしてるんですね。改めてね、まあ、アノマリーだけじゃなくて、この1年、これからの1年、この銘柄をじっくりと投資されると面白いのかなという感じはいたしますね。PR はまだ10倍、まあ、バリエーション的に言っても低い、それから PBR もまだまだ低いわけですね。キャッシュ率で配当利回りも 3.5% ぐらいあるわけですから、ここでじっくりじっくりと投資される方が結果として後で振り返ると、あ、いいパフォーマンス上がったねというふうに思われる時が来るんじゃないかなというふうには思うわけですね。まあ、その他国土強靭化、まあ、この演奏会のメンバーの中でもそういう関心高いんですけどもね、例えば SE ですね、3423、メンバーの方もこの SE を持ってるっていうようなね、私にメッセージが来たりするわけですけどね、国土強靭化の流れの銘柄の一つとして、まあ、この間地震もありました、地震対応の製品を、まあ、作ってる、まあ、こういった銘柄も下値買いがぼつぼつとこう出てるわけですね。今317円ちょっと今日はね下げましたね、6円ほどね、ボトムから1割ほど上がってちょっと調整含みなんですけども、引き続きこのあたりも国土強靭化絡みということで、注目いただけるものかと思いますね。まあ、そんな形で個別の銘柄いろいろねございます。まあ、私がいつも取り上げてきた直近の銘柄できますと、オークネット3964、これは成長株の一つですけども、今日は18円安で2191円、高値から 10% ほどの調整という形になってまいりました。だから今日ね、実は本当はですね、会社側のリリースが、あったんですね。ウェブサイトの中にあるわけです。まあ、結構これメッセージ読みますとね、面白いこと書かれております。ですから絶えずですね、一定の期間ごとに投資家の皆さんにアピールするような IR のスタンスを持っているというのが、まあ、この株の面白さかな。まあ、2100円台まで調整が入ってまいりました。高値2437円でしたかね。まあ、また投資チャンスがまた生まれてきているのかなというふうに思う次第ですね。まあ、そんなことで、いろんな銘柄がですね、動きが、まあ、秋の空と同じように変動してまいります。じっくりとですね、もう間もなく四半期決算の発表のシーズンを迎えます。まあ、明日はですね、いよいよ日総プロの決算発表も予定されてますので、引き続きちょっとこうお待ちしながらですね、次回あたりまたそんな話をしていければいいかなというふうに思っておりますのでね、よろしく引き続き、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。本日は松尾チャンネル以上です。ありがとうございました。